お電話ありがとうございます。損保ジャパン日本興亜栃木課最新証券金サービス課、寿司子でございます。はい、どうも、それますが。はい、お世話になっております。寿司子さん、そちらに準備書面というか、前回のやつ届いてるよね。今までの分も。はい、いただいておりますけれども。で、まあ、以前にも、そちらの示談交渉の時の、損保の算定額の説明を求めてるんですけど、はい、澤田弁護士、まあ、新田裕子弁護士が担当の時も全然説明していただけなくて、はい、で準備書面で最初の方に9釈明で求めたんですけど、それも無視されて、それで今回再度、根拠、算定額の根拠を明らかにされたいってことで一応記載はしたんですけど、はいはい。これ、弁護士、損保ジャパンの顧問弁護士が、これ、算定額、まあ、うちの場合、2回算定書を出されてるんで、はい。知ってますよね。はい。それは、じゃあ、損保ジャパンさんの方でもご説明していただけるんですかね。法的根拠も含めて。今回の計算した、ところは、今回の訴訟の中で、はい、回答させていただくことになるかどうか、ちょっとそこは、ここは、また、澤田弁護士と打ち合わせさせていただきますけれども、それで結局、1回目かな、あれ、最初の段階で9釈明で求めたんですけど、完璧に無視されたんですよ、回答していただけなくて、それだったんで、今回も再度、9釈明で、はい、法的根拠、じゃなくて、算定額の根拠明らかにされたいとは、一応書いたんですけど、で今回からちょっと、はい、裁判官が総入れ替えしちゃったんで、はい、聞いてると思うんですけど。で、これでまた2回目、これでまた無視されるようだと、損保ジャパンさんの方でご説明いただけるのかなと思ったんですけど、損保ジャパンさんの方で確認して出てるんですよね、はい、算定書は。すみません、ところはちょっとすみません、確認しないと分かりかねますので、また訴訟になっておりますので、訴訟の中で、はい、いや、だって、算定書は、損保ジャパンにのっとってって、澤田裕二弁護士の、まあ、宇都宮中央事務所から書面届いてるんだよ、はい、最初の段階で、示談交渉する前に。ということは、損保ジャパンさんが目を通して確認してから、示談交渉のあれとして、うちの方に届いてるわけだよね。ただ、新田裕子さん、A4、はい、まあ、A41 枚の、やつだけ送ってきて、全然説明してくれなかったんですよ。はい。うん、で、2度、まあ、1回目と2回目、だいぶ空いたんですけど、数ヶ月も。はい。で、2回目結局出されて、これじゃダメだって言って、そしたら片岡さん、片山さんか。が結局ほら、弁護士立てさせろとか、はい、ああいう話になって、そこで、示談交渉を決裂したわけじゃないですか。はい。で、今回一応2回目も、準備書面で書いたんで、これ無視されるようだったら、算定額根拠なかったらおかしいじゃないですか。ぜひ、損保ジャパンさんの算定額なんで根拠知りたいんですよ。で、うちの方、私の、算定額は全部準備書面も含めて、算定額のあれ書面は出してるんで、詳細に裁判所の方に。ただ、寿司子さんも見てるから分かると思うけど、新田裕子さんから最初から送られてきたやつなんか全然詳細分かんないよ、あれ。だから、あれの根拠を教えていただきたいんですけど。たまたま件は、はい、今、訴訟になっておりますので、うん、だから、ほら、弁護士がきちんと回答できないんで、はい、損保ジャパンさんの、ほら、だって、算定額、顧問弁護士を送り込んできてるんですから、それの根拠があるわけでしょ？宇都宮中央法律事務所から書面で、損保ジャパンの契約であれしてるんで、それに則って、賠償金の金額をっていう、あれ、書面届いてるよ、うちに。だからそれの根拠を知りたいんですよ。それは結局答えてくれないんで、弁護士が9釈明で無視されちゃったんで、で今回もああもう一度無視されたからまた無視されるかなと思って一応書き込んでおいたんですけど、説明できるじゃないですか。だって算定書で計算して払うって言ったわけなんで。それでも損保ジャパンでは説明できない算定書を出すですか？
今回の件はですね、訴訟になっておりますので、だからそれで弁護士が、電話での回答は控えさせていただきたい、弁護士が答えられないんだよ。だから損保ジャパンさんに聞いてんだ。だって損保ジャパンさんの契約にのっとっての算定額なんだよ、あれ。最初にうちに書面送ってきたやつ、そっちに届いてんだよね。宇都宮中央法律事務所が代理人になりますって言った時にうちに送ってきた書面、そこに損保ジャパンのありにのっとってって記載されてんだよ。だからその算定が根拠を教えてくださいってこちらは別に聞いてるだけなんで、説明いただけなかったんで、新田陽子さんが。で、澤田裕二弁護士も説明していただけないんで。知りたいじゃないですか、こっちとしては。だから、弁護士、顧問弁護士が答えられないんだったら、会社として、算定書出されたわけなんで、根拠ご説明いただけるんですよね。算定書を作成しているのは、宇都宮地方法律事務所様の方となりますので、ただ、勝手に金額決めて、はい、顧問弁護士が出してるわけじゃないでしょ。当時のところは分かりかねるところもありますので、ちょっとコメントは控えさせていただきます。だって、損保ジャパンの顧問弁護士ってことは、損保ジャパンの中で、これだけのこういう事件があった場合は、こういうこのぐらいの損害賠償額で、っていう話が決まってるわけなんでしょ。だからそれが分からないわけなんですよ、根拠が。だって損害保険会社なんだからあるわけでしょ。今回後遺障害あれ判定したのは損保ジャパンさんですよね。だからそれの説明一切してくれなかったわけなんですよ。だからご説明していただきたいんですけど、難しい話じゃないですよね。だってそちらの、多分マニュアルかなんかで決まってるんでしょうから。後遺障害何級だったらいくらって決まってるわけですよね。それが、今回は、今訴訟中でございますので。だから、答えてくれないから聞いてんだけど。訴訟の中で回答させていただくかどうかも含めて、宇都宮地方法律事務所。その後、宇都宮地方法律事務所からちゃんとなんか話来てる？前回、土子さんが、はい、澤田裕二が懲戒処分された件も、結局、日弁連で取り消されたんでと、はい、言って、結局、その問題発言のことも言ってないようなことをおっしゃってましたけど、懲戒処分になったことも、結局取り消されたから問題ないってことなんですよね。という感じで言われてましたよね。今そこに、現在、訴訟中でございますが、それは訴訟関係ないじゃん。懲戒処分のことは。そこも今、の方からは訴訟のところに、はい。訴訟のところに、何、話なんか聞いてる？はい。なんか話聞いた？あれから。澤田裕二から話上がってきてる？似たようからでもいいけど。今、訴訟中でございます。違う、損保ジャパンが分かってるのかってことなんですよ。私が、懲戒処分取り、消されたじゃないですか。はい。あれに関して、日弁連提訴しました。はい。聞いてます？ここは聞いておりませんけれども。あら、教えてもらってないんだ。うちのブログを見てください。日弁連提訴させてもらいました。で、もう、宇都宮地裁で受理されてます。で、日弁連にももう話持ってってあります。今回、多分、日弁連初、提訴されたってことみたいです。今回の懲戒処分問題で。大問題になっちゃいますよ。まあ、まだマスコミは動いてませんけど。ですから、うちとしてはまず示談交渉、結局わけのわからない算定書だったんで、損保ジャパンさんとしての金額出されたんでしょうから、説明してくれませんかね。申し訳ございませんけど、今、訴訟中でございますので、だから訴訟は訴訟って言ってんじゃん。
だって、損保ジャパンの顧問弁護士さんが出してきた、あれで、算定額で、もちろん、原告、じゃあ、家族側に出すときは、損保ジャパンさんで目を通してから出してるわけだよね。のことはすみません、分かりかねますので、コメントを控えさせていただきだます。から、いいよ。今の段階で、金額、そちらに算定書、2部、あ、2部っていうか、2通あるんでしょうから、それの説明してもらいたいんですよ。わかんないんで。損保ジャパンの計算式って算定っていうのがどういうものかわからないんで、だから教えてもらえませんかね。だって、弁護士が教えてくれればいいんですよ。教えてくれないんで。こちらは算定書の方を作成しているのは、その地方法律事務だ所から、の方なんうつで。み調理事務所は、損保ジャパンの規定に沿って作ってるわけでしょ。そういう書面を送ってきちゃったんだもん。だからその規定がわからないわけじゃないですか。行為障害の認定出したのも損保ジャパンだし、他の弁護士さんからは、あれ、これ印鑑も何もしてないねって言われたけど。だから行為障害の認定出したのも損保ジャパンさんだし、じゃあ算定書？それも損保ジャパンにのっとって、その規定にのっとって出されたでしょうから、ご説明いただきたいんですけど、なんでああいう金額になるんだか全然わからないんですよ。ありますけど、教えてくださいよ。回答につきましては、だから、問題ない金額なんですよね、損保ジャパンさんとしては。そもそも日本コアとしては全く問題ない金額を算定されたってことですよね。だったら堂々とご説明されたらいいじゃないですか。当社ではこういう算定式にのっとって、行為障害だ、何級だったら、いくらでと。で、こういう計算式になりますってご説明していただければいいんじゃないんですか。それを弁護士が一切やってなかったんで、新田裕子も。最近、新田裕子暇なのかわかんないですけど、裁判所、法廷にも出てこないで、なんか YouTube に出てるんで、レディオビディの。ラジオ放送に。知ってる？余裕があるなぁと思って。あなたが適当なことやったんだけど、新田裕子がね。だから、教えてもらいたいんですよ。算定書の根拠。これ、今回、また無視するようだったら、法廷でまた、沢田裕二に聞かなくちゃいけなくなるんで、事務所名もう届いてんだよね、前回の。はい、いただいておりますけれども、だからそこら辺の最後の方に、9釈明で、記載されてましたよね、13番かな。損害賠償算定書、2通に対し、関係資料を提出し、算定額の根拠を明らかにされたいと。ぜひ教えてもらいたいんですけど、わからないんで。損保の算定が。9釈明に応じるかどうかも含めて、ってことは、じゃあ、このままもし、澤田弁護士が答えなかったら、これ広まるのは、じゃあ、損保ジャパン日本興亜という会社さんは、自社の規定で損害賠償の算定書を出しておきながら、何の根拠もなく算定額を出して説明もできないってことになるんですよ。それでいいんですか？あくまでも今回の件につきましては今訴訟となっておりますので、だからそれは別でしょ？だって、あなた方は何の問題もないと思って算定額出してるんですよね。だからそれの根拠を知りたいっていうだけなんですよ。損保ジャパンの。日本興亜の基準の算定の出し方、どういう出し方をされてるんですかっていうのを知りたいだけなんで。今回、損害賠償の算定、私ね、本人訴訟なんで自分でやらなくちゃいけなくなっちゃったんで、一応勉強してどうにかやりくりしましたけど、勉強させてもらってますよ。だからぜひ教えてもらいたいんですよ。だから、これ説明いただけないとなると、損保ジャパンさんは、じゃあ A4 1枚、算定書出してきて、今回実際、新田裕子は一切説明してませんから、で、法廷になってからも一切9釈明でも答えませんと。ということは、説明できない算定書を出して来られた会社さんってことになるじゃないですか。
算定書を作成されているのは、あくまでも宇都宮地方法律事務所なんだ。うん、だから、それに対して、宇都宮地方法律事務所が言ってるのは、これの基準に関しては、損保ジャパン日本講和の基準でって記載されて、最初に書面を送ってきちゃってるんだよ。代理人になりますって言った時の書面、見てもらえばわかるけど。ということは、損保ジャパン日本講和の規定の中で、後遺障害何級だったらいくらしか払えませんと。示談交渉の枠だったらこれだけの枠って決まってるんでしょうから、じゃなかったらあんな金額出てこないと思うんで、だから教えてもらいたいんですよ、こちらは。だからだって弁護士さんが教えてくれないんですもん、損保ジャパンさんに聞くしかないですよね。申し訳ありませんけど、じゃあ本社かけて本社に聞いて、損害賠償の算定書を2度ほど出していただいてるんですけど、こうお宅の顧問弁護士さんが説明してくれなくてと、で裁判になってからもう求職名でも一切答えてくれなくて無視ですと、どういう算定額で損保ジャパン日本興和さんは出されてるんですかね、聞いた方がいいですか。当社がということじゃなくて、あくまでもだって損保ジャパン日本講和の規定に沿ってって記載されてんだよ。じゃなかったら何のために顧問弁護士を送り込むのよ。損保ジャパン日本講和のメリットは何よ、顧問弁護士を送り込む。自分たちの言いなりの金額で納めたいから顧問弁護士を送り込んだんでしょ。だからそれの根拠の金額の算定の金額のあれを教えてくださいって言ってるだけなんですよ。別にいい悪いの話をしてるんじゃなくて、こちらとしては何だったんだこの金額はと、どういう計算式でやってんだと、それがわからないんですよ。説明してくれないんで。だから他のブログにも書きましたけど、ああ損害賠償算定書出しといて説明できない会社さんなんだって話になっちゃうじゃないですか、弁護士も含めて。堂々と説明すればいいじゃないですか。当社ではこういうあれでと。違います？だって規定があるんでしょ、そちらに。それが今こちらの件は訴訟となっていますんで、もうそれ聞き飽きたからさ、説明してくれりゃいいだけの話なんだけど、はい、